続いて以来かと。どうも、こんにちは、いくつかの部屋もよろしくお願いいたします。やってますよ、チュンチュンチュン。ここで話したっぽう切った人が何人いるんでしょうか。どこまで見てくれたあなたは、よろしくお願いします。やってますよ。今日が終わればベスト4が決まるということになります。大会9日目甲子園大会準々決勝第1試合の模様をお届けいたします。一塁側大阪代表西の横綱小山田、三塁側滋賀代表近江、すでに三塁側一塁側カラフルな応援団持ち、ノーアウトランナー一塁という場面、バッターは新3年生ピンクの杉、キャッチャー二塁送球を投げ盗塁成功。ランナーはバニラと変わった味バックって言われてますね。はい、皆さんも言ってました。おっ、一人スーパーカップの人セリミ、オーケー、やりまーす。果たしてこのエンドラマンの必要はあったのに言われるのは見えません。まあちょっとあったんでしょう、起きないです。まあもう誰がスタメンになるかだよな、ここまで言ったら。もうね、なんでスタメン争いが激アツよ。ゴールを2塁送った、盗塁成功。ランナーが2塁に届いたのか、両手やっと。そんなに、いや俺は詰める、うまい。ピッチャーから1塁送球、セーフ。1塁はセーフ。オーケーオーケー、この1塁は最強だろ。そのアウト打てねえ、このチームすごすぎだろ。いや山中頼むよ、山中マジで出てる場面では最強だな、あんた。もう一回攻めてもいいと思うけどね。バントしてきた、うますぎでしょ。サードボールを掴んだ、記録はヒット。うますぎでしょ、今のうますぎでしょ。すごっ、いけ、山中ヒット、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 いいじゃん、いい球を待った。あなたはもういいよ、近藤健介、札幌ドームワイドで歌いましょう。発音の近藤健介行けば、さあ、ラッキーボーイの本領を発揮してほしい。これよ、これは。あ、ガブッド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 やったチャレンジ1本、やったチャレンジ1本、いけ、頑張れ、お前ならいける、お前ならいける、言うならいける、ストレート、あー満塁ライン取ったから、角川原だけ勝ってるからさ、割と余裕に勝ちたいってのはあるんだよね、親心としても、あのなんか感心、親心っていうのか分かんないですけど、親心としても角川原に勝ったら、できるだけ投げさせてあげたい、できれば9回まで投げてほしい。切れていきます、ファール、それが親子、内角ボール球、ボール球が掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ、とりあえず今のところは、7番、8番はレギュラー落ちする予定です。来年はね、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか、どうなるか、初球を破ってった、レフトバック、ホーム、このハル次第、俺の気分は、このハル次第、タイムリーヒット、私の星野も強い。スクリーンも見てもらえば分かるように、かなりで持ち前のファイトが全面に出てきました。一塁タッチセーフ、やはり一塁7人、2本4打点、誰が取れ、あなたは一番スクリーンに取られて、今はいい、けっくりボール球、キャッチャー打ち、抜けた、センターからサードへ、小山田、サード、熱追加、12対2、お前は嘘、 OK、ナイス、行きましょう、ハットスミットおめでとう、カバラ、まあ、ハットスミット打たないから、おお、打っちゃった、これもいいね、いいじゃん、お前もレギュラーのしちゃう、まさかの僕は打撃できますみたいな、なおもチャンスが続いています、なんなら僕は打撃できます、続き、あー一緒だ、オッケー、ご飯の目やったチャレンジ成功、盛りだくさんだね、まあ、やったチャレンジ成功したんだけど、なんならこれはパラと6番の目まであるから、流します、打球打ち、流した、1塁へ送る、さあ持ち前の背骨を発揮するのか、対応がありません、この人です、服部です、流し打ち、打球はファースト右、1塁アウト、小山田、なおもちゃん、ランナー2人を置いて迎えるバッターは赤川、地味に広い、広いじゃない、すごい赤川です、そして前進守備、ショート左、1塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーは2塁線、まずいからね、星野合わせよ、
バイバーイ。